おはようございます。川添のさんです。はい。今日ですね、こちらの難点を紹介したいと思います。これはですね、もう僕が生まれる前、40年前ぐらいから植えてるみたいで、毎年非常に綺麗な赤の玉が実っていくんですけど、寒さには強いのでこのまま1月2月くらいまでは赤い実をつけていくんじゃないかなと思います。で、南天のど飴って聞いたことがあるんですけど、このままではね、食べれないみたいなので、なんか煎じて南天のど飴とかにするみたいですね。はい、まあ、特にね、何も手入れとか肥料とか与えたりしてないので、そのままの状態で大きくなっていたような感じです。で、よく正月とか、まあ料理でもそうなんですけど、南天を飾るとすごい見栄えが映えるんですよね。もう価値が跳ね上がるというか、だからなんか料理の大会とかに南天とか飾って出ると、やっぱりね、見栄えが良くなって、審査がね、結構高評価になっていくので、僕は南天を飾るのはおすすめかなと思います。で、この赤い実も綺麗なんですけど、やっぱり葉っぱの形が結構綺麗なので、この葉っぱだけでもお皿に飾ったり、料理に添えたりすると、料理の雰囲気がね、すごい綺麗になっていくので、よかったら参考にしてみてください。まあ、昔からあるものなので、僕が紹介するまでもないとは思うんですけど、はい。まあ、昔は魔除けとか、そういった難を転じるって言って、そういった厄介払いとかにも使われてたみたいなので、はい。よかったら参考にしてみてください。ということで、またチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ほら。それじゃ、バイバーイ。